牛島満の名前が刻まれてるのは牛島家の墓だとか、それから陸軍、鹿児島の陸軍墓地だとか、まあ、様々なところがあるわけですよね。階級だとか、年齢だとか、そういうものがこうくっついてくるんですけども、人間としてはね、一般兵士でも、それから住民でも、まあ、司令官でも同じだったわけですので、その同じさがこの国名によく表れてるんじゃないかなと思いますね。牛島貞光さん70歳、沖縄戦の指揮を取った司令官牛島満を祖父に持ちます。はい、それ C2 だね、はい、今取ったの C2 でしょ、はい、C2 だったら C2 っていうところをこうくる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 っと回る、はい、分かった、はい、慰霊の日が近づくと毎年沖縄を訪れ、県内各地の学校で沖縄戦について考える特別授業を開いています。この司令部号っていうのはですね、5つの口口があります。1、それから2、3、それから4。首里にあった司令部を放棄し、摩文仁へと退却する、いわゆる南部撤退。そして最後まで関東し、悠久の大義に行くべしという自決前に出した最後の命令。祖父牛島満によるこの2つの決断は、多くの住民を戦闘に巻き込み、兵士に投降することを許しませんでした。はい、ありがとう。だから戦争は終わってなくて、日本軍の兵士は戦い続けなきゃいけなかった、この命令によって。戦争は人を変える。牛島満はとても優しい人でした。でもそういう人が、子どもや住民や学徒隊の人たちが犠牲になるような命令を決定しました。避け続けてきた沖縄に足を踏み入れて今年で30年となりました。やるたびごとにね、ちょっと、ここは直した方がいいなと思うところを。牛島家にとって祖父牛島満は特別な存在でした。あなたのおじいちゃんは沖縄戦の司令官で、とっても立派な人だったんだよ。靖国神社に参拝に行って、神道ですのでお祭りっていうふうに言うんですけれども、靖国神社に行って僕も学校休んで行って、で、帰ってきたら直来っていう宴会ですねをやって過ごす。牛島の家では、まあ、華やかな一日になるわけですね。東京で小学校の教員となった貞光さん、初めて赴任した学校でこんなことがありました。その当時の教頭先生から、私の祖母に、牛島閣下のお孫さんを本校に、本校で勤務してもらうことになって大変光栄ですみたいな変な電話がかかってきましたので。戦争を経験した人がまだ教育現場にも多くいた時代、立派な祖父は多くの教員仲間にとっても尊敬の対象でした。それは平和学習に熱心な教員でさえ例外ではありません。司令官がね、出した命令で沖縄の人々がもうたくさん犠牲になったんじゃないかとかいうことを言うとですね、いや、そんなことはないと、当時としては当然のことをあなたのおじいちゃんは、決断したに過ぎないってことを言われるわけです。それでも沖縄と積極的に関わろうとすることはなく避け続けてきました。しかし40歳を過ぎた頃、授業の教材研究にと同僚に誘われ、渋々ながらも初めて沖縄を訪れたことをきっかけに、沖縄戦と祖父に向き合い始めることになります。まあ、学習ツアーに参加をして、一定程度の沖縄戦についての知識があればそれでいいかなと思って、一応そのツアーに参加をすれば一段落すると思ったんですよ。その時ツアーのガイドを務めていたのは、沖縄平和ネットワークの代表も務めた川光明弘さんでした。司令官と一字違いの人がいるんですけどとか冗談で言ったんですね。
ああ、やっぱり発見されてしまったと、実は牛島満の孫ですっていうふうに言ったらすごくびっくりされて、おじいさんのことをご自分で調べられたらどうですかと。それ以降、祖父のことを知る人や体験者への聞き取りなどを通して沖縄戦とは何だったのか考え続けてきました。そうして得られた新たな知見は自らの授業に反映し、子どもたちに沖縄戦を伝えることに役立てています。この人たちはよもや4年後に沖縄が戦場になるってことを予想してないんだよね。戦争は突然やってきます。祖父牛島満の下した決断の是非を評価したり断定したりすることはありません。子どもたち自身にさまざまな立場の目線から考えてもらうためです。牛島司令官のことは知ってましたか？知らなかったです。今回ので初めて知りました。自分のおじいちゃんがこう ひどいことをしたっていうのを知って、まあ自分なら絶対ショック受けるんですけど、この貞光さんはこう、じゃあこれを生かしてこう戦争のことを伝えようっていうこの考えがとっても素晴らしいと思いました。貞光さんの授業では牛島満の辞世の句も毎回紹介しています。牛島満が亡くなる前に辞世の句を残しています。秋又で枯れゆく島の青草は三国の春によみがえる。陸上自衛隊第15旅団のホームページに掲載されていることが分かり、今戦争体験者や遺族を中心に強い反発が起きています。